続いては毎週火曜日の健康生活企画、岩手元気丸です。今日のテーマは手足口病、担当は江口キャスターです。はい、手足口病はウイルス性の感染症で、主に5歳前後の子どもがかかる夏風邪の一種です。はい、実は今年全国的には国が統計を取り始めた1981年以降で最悪の流行となっているんです。はい、何年かに一度流行するんですが、今年は特に大流行しています。はい、まず県内の流行状況を見ていきましょう。こちらは今月15日から22日の流行状況です。赤くなっている部分、はい、富士地域、盛岡市、奥州地域で1医療機関あたりの患者数が5人以上の警報値を超えています。例年県内の流行のピークは8月下旬ということなので、またその他の地域もですね、これからさらに患者が増える恐れがあり、引き続き注意が必要です。はい、手足口病の患者のほとんどは子どもなんですが、実は大人がかかるケースもあり注意が必要です。はい、症状や予防法を詳しい医師に取材しました。盛岡市にある村田小児科医院、村田敦志院長に聞きました。手足口病は幼児期を中心に毎年流行します。保育園、幼稚園で、この時期に夏風邪の一つとして流行します。原因ウイルスはエンテロ71国殺菌 A16 が有名ですが、エンテロウイルス属は種類が多いので、1回の感染で全ての免疫をつけることは不可能です。よって大人になってから感染する、流行している株に感染してしまう人もいます。こういう夏風邪は予防が大切になりますので、今回はそれを予防をちゃんと覚えていただきたいと思います。手足口病はその名の通り、手、足、口の中などに水疱性の発疹が現れるウイルス性の感染症。例年熱は38度以下がほとんどだということですが、今年の流行している株は熱がちょっと出た、ちょっと熱が出ます。まあ、8度台の熱が出たり、あとそれから発疹の部位も、体の中心部、体幹部に出るっていうのが今年のウイルスの株の特徴です。手足口病で一番多分辛いのは、口の中にできた、水疱だと思います。まあ、口の中にできると口内炎、皆様も口内炎ができた時の辛さは分かると思います。でただ口内炎が痛いのは多分2日3日ですので、その時期は、しょっぱいもんとか酸っぱいもんとか、そういう刺激の強いもんを取らなければ大丈夫だと思います。手足口病の治療は対症療法のみで、熱があれば解熱剤を使用するなど安静にして過ごせば1週間ほどで水疱も消えて治ります。手足口病の感染経路は主に接触感染と噴口感染です。ウイルスに感染した人の唾液がついた食器類やタオル、ウイルスに感染した便がついたおむつなどからうつります。全く症状がない人からうつることもあります。手足口病の予防に大切なのは手洗いです。朝昼晩ご飯の前、おむつを交換した後、トイレの後、帰宅した時は必ず石鹸と流水でしっかり手を洗いましょう。また家庭内でウイルスが蔓延することを防ぐため、食器やタオルの共用は避けましょう。もし手足口病になったかなと思ったら、一般的に言われているように安静が大事になります。まあ、安静とはどういう状態かというと、睡眠を十分にとって、あとそれから熱があるときは水分も、脱水症にならない程度に取るということが安静です。かかりつけ医の先生の判断で登校登園が決まります。ですので、病院で相談してみてください。いや、この手足口病の県内の流行、いつ頃まで続きそうですか？はい、県内では例年8月下旬が流行のピークなんですが、はい、9月いっぱい注意が必要です。はい、子どもも大人も予防にはこまめな手洗いが大切です。
以上、岩手元気丸江口キャスターでした。